皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは、トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV でございますが、本日は中国恒大集団と北京の取引所が開設されるというお話。では参ります。大きすぎて潰せないで有名な中国の恒大集団でございますが、いよいよ虫の息となって参りました。まずはこちらをご覧ください。 ロイターですね。中国恒大集団債の取引を一時停止、上海取引所というところなんですけれども、えー、上海の証券取引所で、恒、え、大、ー、集団の社債の取引が一時停止されたということなんですよ。えー、異常な値、まあ、動きがあったということで、一時停止をに踏み切ったということなんですけれども、これ要するに、 えー、古代が潰れてしまって帰ってこなくなるといけないから損切りしてみんな売っちゃえということでまたこの車載の価格が暴落異常な暴落を示したんじゃないかというような気がして他のニュースをたぐってみましたら同じロイターでこんなニュースがありましたねはい、車載が急落しておりましたということで25%も下げたみたいですちなみにこの車載の償還期限というのが、えー、22年の7月来年の夏ですね のののものだそうですしかしこれ以外にも一時停止しておりまして深圳の取引所で2023年の5月召喚の社債に関してもえ35%ぐらいかなあ下落しておりまして一時停止になっております。はい。ということでもう何と言いますかですねえ中国恒大集団の発行する社債に関してはもう 取り返すすのが不可能なな状態ににってきててきいるととうここですね。そしてさらにこちら、ちドル建ての方ですね。これドル建てなんで、香港になるのかな、ちょっと私、投資をしないので、詳しくないんですけれども、香港になるのかな、がまたこう下落しているということなんですよで、ドル建て債というのは額面1ドルで発行されてるんですけれども、現在、これがいくらまで下がったかというと、一番下がったところで24.2セントまで下がったということなんですね、75%ぐらい下がったと。 といいうことでございますね、うん、もはやというところですね。30セントには回復してないですね。まだそれ未満で推移している。とてもじゃないけど、1ドルまで戻るということはもうありえないというふうに思いますね。後ほど株価なんかもお話ししていきますけれども、えー、そんな中ですね、中国恒大、さらに、えー、もう虫の域情報が出ております。こちらでございますね。はい、えー、中国恒大、銀行融資の利払い延期へということで、もう利子が払えません。 このニュースで出ているのは、まあ、銀行2行ですね今月9月の21日までに払わなければいけない利子があるんですけれどもそれが払えないので一時停止をするということで調整しているという話でございますしかしこれ以外にも信託会社数社への支払いを、まあ、遅延している払えずにいると いうところでございますね。さらに言うと建設費も払えておりませんし、あと建設するための材料ですね。そういったものの会社にも支払いが滞っているということも言われております。もう本当にお金がない状態になっているんだろうなというふうに思いますけれども。えー、そして次は株価のお話聞きましょうか。こちらのニュースですね。はい、これですね。タイトルは、あの、格下げのタイトルになっているんですけれども、重篤なのはここなんですね。中国恒大株は、 8日午前の取引で一時3.46香港ドルをつけた IPO 価格は3.5香港ドルだったということなんですよ IPO 価格というのは株式上場した時のまあ価格だそうです最初のですね新規上場した時の つまり、もうどの時点で買った人でも損をする状態に今なっているということなんですけれども、じゃあ今、ちょっとは回復したのかなというところで、実際のですね、中国恒大の株価をちょっと見てみましょう。こちらですね。ちょっと回復してますね。今3.71香港ドルという形で、この撮影段階では出てますね。編集段階でまたちょっと変わるかもしれませんけれども、まあ、下がりに下がったということなんですね。で、これをですね、まあ、 一ヶ月で見てみると、こういう感じなんですよ。一月前ですね。まあ、大のニュース、いくつかポンポンと出しておりますが、その時ですらですね、もうめちゃめちゃ下がったって言ってニュースになっていた。しかし、そっからですね、さらにもう IPO 価格、最初の公開した時の価格を割り込むところまで来ている。もう底値だということだと思いますね。というところまでもう来てしまっているということでございます。でさらにこれを1年で見てみますと、もうこういう感じ。はい。下げ一 弁当というような風に見えますねどう考えてももう復活の見込みはないというところを感じられるかなという風うに思いますねこの感じられる雰囲気というのがもう高大を救わなくなっていくということでございますはいそしてですね次格付けの話に行きたいと思いますまあ、どんどん虫の息情報を出していきたいんですけれどもムーディーズとフィッチあともう一個どっかも格付け落としてるはずなんですけれども、えー、まあ、この2つをお届けしたいなと思いますがまずムーディーズがですね9月の7日に 中国古大の格付けをですね、なんと3段階も引き下げたってうんですよ。3段階。えー、格付け最初が CAA1 というランクだったらしいですね。AAA が一番いいはずなので、えー、トリ AAA、AA とか、多分その中にも細かくあるんでしょうね、ムーディーズというのは。CAA1 から CA に3段階引き下げた。で、この3段階引き下がった CA とか何を意味するかと言いますと、 すでにデフォルトに陥ってる可能性があると。もうデフォルトしてんでしょ、中身はっていう、そういう格付けみたいですね。あるいはそれに非常に近い状態であるという、そういうまあ定義だということなので、えー、ムーディーズはですね、もうすでにもうデフォルト状態だというふうに見切って格付けをしたということが言えます。で、もう一個、フィッチというところが、えー、格付けをもう下げているんですけれども、ちょっとここはですね、記事が、見事な記事が書いてあったので、ちょっとそちらを読んでいきたいと思います。こちらですね。 中国恒大の格付けを CC に引き下げたフィッチは資料で今回の格付けはある種のデフォルトが起こりそうに見受けられると我々の見解を反映していると指摘ということでまあフィッチもですねもうデフォルト起こるだろうっていうことで格付けを下げたということですねで次が見事なんですよタイトな流動性やこのタイトな流動性というのはおそらくですね短期の手形の話だと思いますね タイトな流動性や契約販売の減少、サプライヤー並びに受け負い業者に対する支払い遅延への対応に向けた圧力、資産売却の進捗が限定的であることを踏まえると信用リスクは高いと我々は考えていると説明したということになりますけれども、全部なんですね。打つ手打つ手全部ダメだから下げたんだということがこれは書かれているということでございまして、 八方塞がってきたなというところでございます。そしてですね、この中にも今、格付けの中にもありましたけれども、資産売却の進捗が限定的であるって書いてあったじゃないですか。で、え、広大が自動車作る、一台も作って、自動車作ってない自動車会社を一応保有しておりますよね。で、それを売却してなんとかお金に変えようとしていたんですよ。それがどうやらまだ売れてないっぽいんですね。話が決まってない。おそらく相手はさらに下がるだろうということで、 叩きがってやろうという、そういう、まあ思惑があるんじゃないかと思うんですけれども、それがですね、見事に下がっております。こちらご覧ください。はい。中国恒大 EV 部門、時価総額800億ドル吹き飛ぶということで、ピークから92%下落ということなんですよ。で、中国恒大が持っている、まあその、電気自動車の会社ですね、これがですね、今年の4月、 来るには頃には、資産価価値としてでですす。ね、時価総額億ドルあったそうです日本円にすると9兆5,800億円ですね。それぐらいあったということなんですね。4月ですよ。まだ半年も経ってない、今9月なんですけれども、それがですね、92%下落して、800億ドルが吹き飛んだっていうんですよ。 870億ドルの価値があったのに、800億ドルが吹き飛んだんで、あと残りは70億ドルの価値になってしまったということで、買う方からしたらですね、92%オフで買えるわけですから、これはたまらんなということで、しかしまだ決まったというニュースは見ていないので、もしかしたら決まってないかもしれないということでございますね。 はい。ということで、中国恒大がいよいよ虫の息になってきたということでございます。えー、今までですね、えー、中国恒大を守っていたのは、健全な経営とかですね、そういうお金を貸すとこがいっぱいあるから守れてたんで、これからもそれが守れるかというと、守れるわけではなくて、中国恒大を一番守っていたものは、合成ダフという神話なんですね。えー、いつもご視聴の皆様ですね、繰り返しになってしまいますけれども、いつもご視聴ありがとうございます、本当に。 合成ダフえー、これは中国にある近代の神話でございまして中国共産党の息のかかっている会社というのはどれだけ借金して、えー、債務を抱えてですね、例えば銀行の利子なんかが払えないような状態になったとしても最終的には中国共産党がケツを持つと尻拭いをするので絶対に投資した元本は返ってくるんだと損はしないんだっていうそういう神話なんですよ。 この神話があるせいで中国高大ってなかなか潰れなかったし中国高大への投資もっと言うなら中国の不動産に対する投資というのが中国国内では止まらなかったそうなってくると家計の中で使うお金の大半を不動産投資に使うということになって他のもの例えば製造業なんかにですねお金が分配されていかなくなるとで不動産価格がどんどん上がっていってこの投資でリターンがあるんであればいいんですけれどもいよいよ もう上がらなくなくってきたそして中国もですねもう家賃都市部の方の家賃ですけれども5%以上上げるんじゃないみたいなそういう締め詰めを行ってきたんですねバブルがもう膨れすぎているんでもういよいよ危ないから締め付けざるを得なくなってきたと。 いうことなんじゃないかなというふうに思います。そして、この恒大が抱えている負債というのは、現在34兆と言われてますね。前はまで33兆だったんですけど、なぜか1兆増えていて、34兆というふうに言われてます。中国の2020年の GDP は1600兆円あります。日本円にして。1600兆円のうち、 34兆ぐらいの爆発でバブルなんか崩壊しないというふうに考えてらっしゃる方ももしかしたらですねまだいるかもしれませんけれども中国恒大が潰れるその34兆の負債ということそのものが問題なんではなくてこれもまあ問題なんですけれどもさらに大きな問題があるわけです中国恒大と取り消している会社がいっぱいあるそして中国恒大にお金を貸している金融機関もいっぱいあるということなんです その中で一番問題なのが地方融資兵大という組織ですね。地方融資兵大。地方融資兵大というのは、えー、今中国のです、ね、地方政府というのは地方債を発行できません。2014年ぐらいに禁止されているというふうに思いますが、その抜け道としてですね、自分たちが資本を入れたその融資会社っていうのを外に作るわけですよ。 で、そうすると、地方のバランスシートの中には入ってこないので、全く別になるんですね。そういうのを作って、そこが理財商品を売って、銀行からお金借りるわけです。で、そのお金を不動産会社に流すという、そういう構図があるんですね。で、この地方融資兵代が、全部の、中国全部の地方融資兵代が抱えている負債総額どれぐらいかと、債務というのは、日本円にして830兆円あるんですよ。ここがこげついてくる。で、ここが潰れ出すと、 他にも貸してる会社があるので、さらに連鎖していくということになりますね。そして、中国の不動産に投資している個人の方が借金まみれになるという、そういう問題もあります。えー、大一社の問題では全くないということになりますね。そして、これを解消しようとする動きがあるんじゃないかということなんですけれども、それがこちらですね。はい、北京での証券取引所設立を発表ということなんですけれども、これですね、実は、 新しい話ではないんですよ、えー。2013年に北京にですね、ベンチャー企業を支援するための、まあ取引所みたいなものが作られてまして、それを新三番と言います。新三番。で、これが作られていたんですけれども、当初ですね、機関投資家ですね、個人の投資家からの投資は受け付けておりませんでした。で、えー、登録する企業もですね、バーってまあ増えてはいってるんですけれども、なかなかお金が集まっていかないと。 いうところがあって、規模が拡大しなかったんですね。で、ここで中国というのは、まあ、中間層の要するに賃金を多分増やしたかったんだというふうに思いますけれども、ここでベンチャー企業を育てようとした。ところが今大きくなっている企業というのは、自分たちで頑張ってイノベーションをして大きくなった企業かというと、そういうわけじゃないですよね。パクったんですよ。情報をパクって、そして、 外国での成功している会社というのを一旦中国に入れて、その会社とそっくりそのまま同じパクリ企業を作って、で、本家の方を追い出すと。で、そのパクった企業がまた海外に出ていって、まあ、さらに大きくなるということで、パクリの連鎖をしてきたわけです。そんな国にイノベーションの力があるわけはありません。有料なベンチャー企業が育つわけもありません。 ということで、なかなかお金が集まってこなかったし、えぇ、ー、有料な会社もなかなか育ってこなかった。ところがもう、不動産はもうそろそろですね、え店じまいにしないといけない。不動産バブルこれ以上膨らませるわけにもいかない。そうすると、外国のお金入ってこなくなる。これは困るぞということで、また外国のお金を獲得するために、今度はこの、北京の取引所というのを作ってですね、こっちでお金集めようとしてんじゃないかっていう話なんです。ところがですね、 ことはそううまくいくのかっていう話なんですけれども、ウォールストリートジャーナルでございますね。で、こちらの記事なんですけれども、えー、要するにですね、新しい取引所を作ったところで、簡単にまたお金獲得できると思うなよっていう記事なんですよ。 そもそも中国というのは中国共産党の一声でどうとでもなってしまうような環境なんですね。投資家が安心できる環境じゃないというのが、今回、えー、いろいろな中国の政策、例えば、えー、IT 企業への締め付けであったり、カラオケの曲なんていうのもですね。 え、締め付けを行いました。そして塾を禁止したりとかですね。ゆとり教育化をしてみたりとか、中国共産党の一声で投資環境がガラガラ変わってしまう。それがもう思いっきり露呈したわけでございます。透明性がないということなんですね。まずはそういう透明性のあるルール作りというのをきちんとしないと、またお金が集まってくるなんてことはありませんよ。そもそも2013年から新3番やって、お金集めようとしてきたけど、集まってないじゃないと。 いうお話でございます。はい。ということでですね、中国、恒大、そろそろ虫の域になってくるというふうに思います。 でいつ飛ぶかというのはやはり具体的な時期というのは分かりませんけれどももう中国の政府としてもこれ以上バブル膨らませるわけにはいかないというそういう政策を打ってきましたそれを受けて市場側の方ももう高台だメだなということでもう社債だともうダメだしあと株価も下がっているし銀行に対する金利も払えないしそして売ろうとしている会社ももう下落しているということでいいことがもう一つもないという状況でございます。 中国はこれまで GDP をですね、多分いじくった数字をいっぱい出してきたと思うんですけれども、そういう形で世界にアピールしてお金儲けができる国なんだぞということをやってきました。そして中国共産党とズブズブの関係になれば、次にどの企業がですね、金儲けできる企業なんか投資先になるのかということも、おそらく情報をですね、与えたりとかしながら、甘い蜜を吸わしてきたんじゃないかなというふうに思います。で、それをですね、もっとゆっくりやっていたら、まだまだいけたんじゃないのと。 いう可能性もあったわけですよところが、戦狼外交をやってしまったりとか、南シナ海でですね、えー、いきなり現状を変更しようとしてみたり、尖閣諸島の問題もそうですし、あとブータンの国内に勝手に街を作ってみたり、もうむちゃくちゃやりたい放題やってると、いくらなんでもいかんぞということで、今、自由主義陣営から敵視される状態になってしまった。なんでこんなことをせいてやったのかという話なんですけれども、結局のところ、ケツに火がついてるんですよ。人口もう減っていきます。 そして、それに伴って大高齢化社会がやってきますその大高齢化社会に対して例えば年金であったりとか仕事がない人への保障であったりとかですねそういったものを手当てしていかないともう国内が荒れて反共産党に国民がなっていくそうなると本当に潰されてしまうので今頑張って洗脳の思想統制をしているということなんですね。 つまりもうケツに火がついているので今このタイミングで賭けに出ているということなんです中国は決して強くないそして弱くなっていくというその一番最初のことの始まりというのが後大から起こってくるかもしれないというお話でございました本日もご視聴ありがとうございました <music>